まあ、これは僕からのクリスマスプレゼント。京都で、まあ、問われるレベルの日本史の、まあ、解説動画になってます。学びをエンタメに、どうもパスラボのくまたんです。今回の動画は僕からの重大なお知らせ、宣伝をさせてもらえればと思います。おいおいおい、久しぶりにくまたん動画出たのに宣伝かよと思ってブラウザバックはしないでください。ぜひですね、この動画短い動画になってると思うので最後までぜひ見てもらえればと思います。じゃあくまたん、何を宣伝するのか気になってるかもしれないんですが、こちらです。共通テストで問われる日本史全解説という動画を公開したいと思います。いつ公開するの気になると思うんですけれども、12月24日土曜日ですね、まあ、クリスマスイブ、まあ、時間としては朝の6時半を予定してます。まあこれは僕からのクリスマスプレゼントと思っていただければと思います。まあこの6時半投稿予定なんですけれども、まあもしかしたらですね、この辺はもうちょっと遅い方がいいであったりですね、普通の動画のように公開しようかなと思ってるんですけれども、プレミア公開で一緒に勉強してる感じを、まあ一緒にクリスマスイブだからぜひ一緒に勉強したいっていう方はもしかしたらいるかもしれませんね。もし投稿時間であったり、まあ公開方法など要望があればぜひ概要欄でお知らせください。ちなみにこの内容気になるけど、どんな内容になってるのっていうのがありますよね。このタイトル通りですね、共通テストで問われるって書きました。なので内容としてはですね、京都で、まあ、問われるレベルの日本史の、まあ、解説動画になってます。じゃあ内容はというとですね、今までパスラボの動画では、まあ、5時間のですね、これ1本で日本史の流れが分かる解説動画っていうのを上げてます。こちらの動画ではですね、二次試験であったり次第でも通用するですね、政治史に特化した内容になってます。今回の京都で問われるレベルっていうのはですね、何かっていうと、政治はもちろん文化、経済、外交、様々なジャンル、問われる範囲のものはあらゆるものを詰め込みたいと思っています。なのでぜひともですね、この動画楽しみにしていただければと思います。ただですね、今ジャンル言っただけも結構多いですよね。量としては多くなってます。なのでできる限り僕としてはですね、簡潔に、なるべく簡潔に、そして覚える単語っていうのは少なくしました。まあそれでもちょっと多いので、ただ用語難記してても面白くないですよね。なのでこの 5W1H に着目しながら、ストーリーベースでお話しするように、まあスッとですね、内容が入ってくるような動画にしました。解説方法としてはですね、手元解説になってます。 iPad をですね使いながら、まあスライドを表示しながら解説したいなと思ってます。使ったですね、スライドあるいは赤字とかですね、まあこの単語重要だよみたいな印をつけてるんですけども、といった赤字の単語を抜いたですね、穴埋め形式のスライドっていうのも準備してます。まあこちら鋭意制作中なんですけれども、この穴埋めスライドに関しても皆さんにクリスマスプレゼントしてプレゼントしたいと思ってますので、ぜひですね、当日の動画の概要欄からどしどし受け取ってもらえればと思います。宣伝は以上なんですけれども、まあ残りですね、まあ12月24日から共通テスト本番まで、まあ2、3週間しかないと思います。ある意味共通テストも目の前に迫ってきましたよね。もしかしたら皆さん日本史で焦ってるかもしれません。ただですね、ここの2週間3週間ガッと日本史をやってしまえばですね、1割2割3割伸ばすことは可能だと思いますので、ぜひともですね、クリスマスイブは日本史って1日一緒に過ごしましょう。皆さんの点数アップを期待してですね、この動画の告知を終わりたいと思いますので、12月24日また動画でお会いしましょう。バイバイ。